どうも、トツルです。はい、ということで今日はね、モンスターハンターダブルクロスでやっていきたいと思います。久しぶりにね、最近モンスターハンターをやっておりまして、5年ぶりぐらいにモンハンやってるのかな、なんですけれども、ちょっとね、動画でもお送りしていきたいなと思ってやっております。で、ハンターたるものね、やっぱりちょっとハンターの勘を取り戻すために、あの防具とアイテムなしでちょっとあの鉄かぶらを借りに行きたいと思います。一応アイテムポーチなしの装備がね、武器以外何もつけていない状態、防御力1の状態でね、頑張っていきたいと思います。猫のお二人、ケンツメシ君とキヨキヨ君これ猫です、プレイヤーじゃないです。猫とあと支給品だけ OK っていうルールでね、縛りプレイでやっていきたいと思います。さあ、ということで参りましょう。鉄かぶら、なぜ鉄かぶらかというと、今私が背負っているこの なんだったっけ、なんとか包丁っていう武器がレベルアップするのにね、鉄かぶら必要らしいので、まあ、ちょっと鉄かぶら狩りに行きたいなっていう感じでございます。あ、結構ね、ブランク、ハンターとしての、なんて言うんだろう、ブランクの期間が長いから、あまりうまいプレイとかには期待しないでいただけると幸いでございます。てか、回復薬が、応急薬3つしかないから、うん。猫の回復笛と、あとはちょっと、あ、食べないと。猫の回復笛と、あと応急薬をね、大事に使いながら頑張りたいと思います。よし、行こう。防御力1だからな、相手のなんだろう、必殺技的なやつには当たりたくないですね。はじめどこにいるんだろう。ペイントボールが2つあるのか。多分7番とか8番にいるんじゃないかな。よし。モンハンね、今やってるのがこれ、Nintendo Switch でやってるんですけど、めちゃめちゃ画質がいい。画質が良き。よし。とりあえずペイントボールつけとくか。こいつでもそんなに逃げ回ったりしないよね。ウェイ、気持ち悪い。これ確か防御力落ちるやつだっけ。慎重に戦っていこう。あんまりね、ダメージ序盤から受けちゃうときついから。ウェイ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 。さあ、体験のギルドスタイルです。このね、なんとかスタイルっていうのも私初めてなんですよ。やばいやばい。これは結構隙ができるんで、上にピョーンってしたときに、やばい、これやばい。おお、危ねえ。さあ、これで、このあと多分破裂させるんで、ここでため切りを入れていく。あー、当たるか。やっちまった。やばいやばい。普通に下手くそ。やばい。大丈夫か？これちょっと、これで回復するわけにはいかないんでね。よいしょ。鉄カメラ自体もね、あんまり借り慣れてないんですよね。私 2G までがガチ勢で、多分こいつ 2G いなかったよね、私の記憶が正しければ。よいしょ。鉄かぶらとかあたりからね、全然モンスターには詳しくなくなります。あ、ちょっと待って、ターゲットがいってない。見えない見えない見えない。あの突進が一番嫌だな。まあ、目標はちゃんと頭も破壊していきたい。でっか。あー、食らっちゃった。あの岩って何のためにあいつ掘ってるんだろう。この顎に岩を挟んだ時は飛び攻撃か、もしくはあれを砕く攻撃か、2パターンがあるので。何してる何してる。よし、おっこいせ。あとこの狩り技っていうのをね、うまく使っていきたいですね。絶対回避、まだこれが使いこなせてないんですよ。さあ、行くぜ。ただやっぱりこの縛りにおいては、やばいやばい、持ってかれる。危ない危ない危ない。この縛りにおいては一番大事なのは食らわないこと。そう、下手でもいいんだ、食らわないように攻撃を避けていけばいつか勝てる。よし、これは、はいはいはい、いるんでからの、やばい、食らう。今技が出てる途中って絶対回避は使えないよね。やばいな、これあと一撃で持ってかれるかも。ただまだ大きい役は使わないまだ使っていかない。突撃からの、はい、やばい。 OK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 。 これってダメージあるのかな。ドシーンやって、こっちおいで、こっちおいで、カエルちゃん。おお、飛ぶ。こういう攻撃もあるのか。やばい、早い早い早い。ちょっと何もできてないな。早いぞ、怒ってる時は。お、ここはチャンス。ドシーンやって、はい、さらに溜めていく。おっしゃ、オッケー。これはね、
この仮技なんとかなんとか、あ、当たってね。これってダメージ高いのかな、もしコメントで教えてください。この地消山1っていうのがダメージがでかいのかどうか。さあちょっと一旦まだ回復薬使ってないからね。ここだ、あ、惜しい、逃げ上がった。いや、おお、危ねえ。あれ食らうとスタミナじゃないな、防御力が低くなるのかな。まだ食らってないからわからない。とはいえ食らう勇気はない。武器落ちました。あ、そうだ、今回の縛りもう一つ言うの忘れてた。自分からの捨てチェーンはなしです。はい、ステージチェンジね。自分から逃げて回復したりキャンプに行ったり、あとはなんだろうな、武器を研ぐときにステージチェンジするのは禁止にします。それすると面白くないからね。モンスターが逃げた場合に限り、まあ、そこでね回復したりとかは OK ね。ちょっと縛りプレイをしながらいろいろ慣れていこう。久しぶりのこのハンター生活。よしよしよし、一回相手が逃げてガマの涙ゲット。ちなみに狙っているアイテムはなんとかガマの油だったっけな、なんとかの油みたいなやつ。砥石があと1個しかないから、砥石が切れたら終わるな。やばい、次切れ味が悪くなる前にやっつけないといけるかな。無理、さすがに無謀。もしかしたらこの動画、ごめんなさい全然いけませんでした動画になるかもしれない。そうなったらバット評価がいっぱいつくだろうな。もし倒せたらなんかしてる。何、トランポリン設置。何トランポリン、これか、トランポリン。おお、すげえ。あ、全然ダメだ、1回しかできないの。もう1回できる、トランポリン。はい、すご、初めてあれした猫のトランポリン。みんな当たり前なのかな、トランポリン乗るのって。おお、すげえ、面白い。わあ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 、回復ベイありがとう、猫ちゃん助かる。コメント欄で猫も甘えだろって来そうだな。いやでもそれぐらい許して。猫ぐらい許してください。さあ来い、ガマガエル、トランポリン攻撃だよ。乗った、勝てる、これは勝てる。暴れてる。抑えて、さあ叩き込むよ今から。おら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 、ここは抑えて、このね乗ってる時に、あ、もう一回来る。ちゃんと相手の攻撃を抑えながら攻撃を叩き込むことがね重要です。さあここで頭行きたい。行くぜ、ガンガンガン。はい、あ、頭破壊した。そしてさらにもう一撃強、あ、入らない、これもったいない。あ、逃げる、あ、足引きずってる、もしかして足引きずってた、どう今一瞬足引きずってるようにも見えた。まだ回復薬は使ってないけど、閃光玉って何に使うんだろう。閃光玉こいつに使ったらどうなるんだろう。まあいいや、砥石今使っときたいけど、まだちょっと温存しときましょうか。一応まだ緑ゲージだからね。あれ寝てる、早くね、就寝がお早いですね。この地消山っていうのを使ってみようか。あ、いや、タメさんでいこう。ドゥンドゥンドゥン、ドシューン、ブシからのブルブルしてからの強攻撃。当たってねー。やばい、これ絶対回避使える気、いや、バテてんな。溜めていくぜ。おいしょー。あ、サブターゲット。頭かな、頭の破壊が完了しましたね。こいつは2段階で頭破壊できるんで、なんかとろくなってるな、あんまり怖くねえ。さあこっち向きな、こうじゃ、こうしてやる。よし、もうだいぶ弱ってんな。やばい、絶対回避あんまり間に合わない。今みたいな武器を直してるときはさすがに絶対回避あれなのかな。おいしょおいしょ、視界が悪いよ。 YouTube 的には視界が悪いところでのフィニッシュ。ナイスハント、ありがとうございました。まあ、ちょっと難易度的には低かったかな。うん、もうちょっと縛り入れるか。まあいいや、こんな感じでね、ゆるい動画をまたお送りしていきたいと思います。ちょっとね、油が欲しいんですよ。ガマの油だったっけな、剥ぎ取りで 15% で出るらしいけど、あー出ないか、残念。ちょっと報酬を期待してね。まあ、こんな感じのなんか緩めの動画もね、ちょっとお送りしていこうかなと思っております。
なんかモンスターハンターね、ワールドっていう新しいシリーズが今後出るらしくて、それに合わせてちょっとね、リハビリも兼ねてこのダブルクロス購入してみました。ていうか、ワールド、これより画質良くなるのかな？めちゃめちゃ画質いいですよ、本当に。これ動画で伝わってるかどうかわかんないけど、ほら見て。この鉄かぶら。鉄かぶらちょっと弱かったんで、またちょっとね、いろんなモンスターを裸で買っていくシリーズお送りしていきたいと思います。もしこのシリーズが面白かったよっていう方ね、グッドボタンと、あとチャンネル登録もね、やってない方はぜひよろしくお願いいたします。よし。さあ、報酬をちょっとガマ油が出てるかどうか見て、あと油が3つ必要なんだよな。うわ、出てなさそう、見た目的に。甲羅、爪、爪、骨。出てないですね。油出んのかな？このクエストで出るって書いてあったんだけど。出ないな、残念。またちょっと一人でコツコツね、ガマ油貯めて武器の強化に励みます。お、最大全長だったんだ。よしよし。はい、ということで、じゃあ今日の動画はこんな感じでサクッと終わろうかな。一本一本短い動画でもね、なんだろう、一日一本っていうか、一本の動画で、一体のモンスターを狩るみたいなね、シリーズでお送りしていきたいと思いますので、また生放送も含めて、ぜひご視聴ください。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。